皆さん、こんにちは。桜ゲームスです。今日もレトロゲーム PS1 バイオハザード3ラストエスケープをやっていこうと思います。早速始めていきましょう。前回の続きからですね。They have take everything for what are ゾンビから逃げて、生存者がいない中、ブラッドを追っかけて警察署に逃げ込んだんですけども、追跡者ネメシスにブラッドがやられてしまいました。ここでセーブしたところなんですね。ライターを持って回復はどうしましょうか。キャケイションしてよ、ケイションカウション、ちょっとイエローゲージなんで。少しダメージ受けてるんですけども、警察署内を探索していこうと思います。太っちょゾンビをとりあえずぽっちゃりなので、いっぱいいる。どうしよう、まとめてショットガンでいきますか。近づきに行って重くて出します。リメイクが PS4 で出てるんですけども、あれに規制がかかって、ちょっとグロテスク規制がかかってるらしいです。あの上半身吹き飛ばすのはバイオハザードで定番なんですけども、そうすると食べられないっていうメリットがありますよ。かじられない、食べられない。もう綺麗にお掃除されてる。ゾンビいなくなりました。回復しようか、どうしようか。ゾンビ系のとこですね。どうしましょうか。とりあえず走って逃げましょう。じゃあ行き止まりは、とりあえず戦わないで走って逃げて大丈夫です。やばそうです。回復しましょう。ファイン、OK、元気になりました。リボンも大丈夫です。会議室ですね。何やら光ってます。ガブガブ、自販機がありました。それでロックが解けるわけですね。パソコンから。ショットガンの弾が入りました。ライターを使
ここは補充して。ゾンビ犬がいるので走って逃げましょう。ミーティングルームではあまり騒がしくしないこと。こちらのセキュリティを解除していきます。ズボンからラットさん、マービン、マービン・ジュンさん、ここにゾンビが一体います。頭が動いているので生きているようです。こちらのパソコンからスターズカードを使ってセキュリティを解除します。緊急事態につきスターズオフィスの鍵は押収物倉庫に保管します。暗証番号は4011。はい、で、あのロッカールームみたいなところから何か手に入るようですね。ここですね、倉庫保管場所。40411、これは何でしょうか。鍵です。鍵は2階で使えるようです。2階に行きましょう。階段登ってゾンビはいません。この先ですね。ここです、スターズルーム。はい、入っていきましょう。スターズは警察の特殊部隊ですね。ノー、ちょっと倉庫で整理してくれたら持ち物が一個しかなくなる。よし、キピキピピは簡単な鍵を外すことが。ウィスカーですね。ウィスカーはスターズの隊長なんですけど、あの悪役と言いますか、ボスキャラで敵ですよ。ウェスカーはあのサングラスの右から2番目上の段、その下がジル、このバイオハザード3の主人公ですね。その隣がクリス。はい、警察署に来た時にやられたのはブラッドで、上の2番上の段の一番右端の人ですね。ベストって
はい。こんな感じですね。で、どうしようか。持ち物が何も持てない。なんか強そうな武器。取れないな。1階で整理していきましょう。何やら発信が受信しました。ノーサバイバースと ハリウス生存者ですね。剣道鉄砲店かな。どうだよ、侍家です。これ花火。侍家です。名前がいいです。剣道鉄砲店からのファックス。はい。のところでちょっと、なんかガラス割れてましたね。なんか出てきそうな予感がします。ちょっとまだ武器取ってないんだけどな。うわっ、どうだな。ネメシス追跡者です。ネメシスがまたしつこいんですよ。ジルの熱烈なファンみたいに。ストーカーのようにどこまでもついてきます。これで2階の取れるか。ちょっとどうしよう。2階の武器とネメシスがいるはずなんですよ。行きたくない。うわ、これスターズって言ってました。2階までついてこない。これで2回行って、行きましょう。これはジルのクリス。自分のジルの机ですね。マグナム強そうです。3WM6298 マグナム。ハンドサイトのイメージは付きっぱなしみたいな。ここまで来た。すごいしつこいんですよね。どこまで動かす。キーピックはあの警察署の外ですね。なんか火事で燃えてたとか。ここまで行ってみましょう。
追跡者が追っかけてくるんですけど。はいはい。ロケットランチャー撃ってきますからね。さあ警察署から出ましょう。ブラッドがいないんです。警察署を出て次のところへ向かいます。ここです、ね、何やら爆弾みたいなのか、ドラム缶があります。中出てきた。なんでかんだ。傭兵の日記。キッチャンさを立ち付けたんだ。お母さんを切り上げて掃除はもうって、私はそれだ。どうしたのか。夜が明けた。地獄に行くことは変わりない。私の自分の死体が動き出さないことを強く願って生きたらいい。傭兵もいるんですね。消防用のホース、消火用ホース。今は取れないみたいです。ハーブがあるの取りましょう。ブルーハーブは初めて出てきました。これは毒を治療する珍しいハーブ。なるほど。服を使ってくる敵がいるわけですね。なんか撃ってる。弾撃ってます。食べられちゃった。全力なんですね。食べられてしまった。戦うのね。ハーブを組み合わせて隙間を作ります。さっき食べられたようですね。首をかまれて。ここにもいるようです。ゾンビ系に食べますね。弾は結構あるので使いましょう。はい、2匹倒しました。また取れないので進めていきましょう。これはエレベーター。アイテムボックスがあるので道具を整理していきましょう。ガンパウダーが結構出てきました。弾は結構あるのでまだいいです。
で、アイテムらしきものがあったので取っていきましょう。車のバッテリーを充電している。電力ケーブルを取ります。これは大型機械に使われる電力ケーブル。何かに使えそうですね。セーブポイントで、とりあえず電力ケーブルは置いておきましょう。安らげる音楽の場所なので、この辺でセーブしたいと思います。良いタイプライターセーブしましょう。警察署を出て少し進みます。駐車場オフィスまで進みました。はい、じゃあこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた。